フ安ン・セバスティアン・エルカーノは、スペイン王国に仕えたバスク人の探検家である。スペインのバスク地方、ギプスコア地域、ゲタリア出身。フェルディナンド・マゼランの戦団の指揮を引き継ぎ、1522年に史上初となる世界就航を達成した。生は、デルカーノとする場合や、エルカーノと綴られる場合がある。複合名の後半部分のセバスティアンは日本では、 通例、セバスチャンとも表記される。商船をもだったフ安ンは、スペインの法を犯したがために、自身の船をジェノバの銀行に差し押さえられ、スペインのカルロス一世に恩赦を求めた。この際スペインが出した航海士として、マゼランの航海への協力すべしという条件を受け入れ1519年、マゼランの大遠征に加わることとなった。公開途中、 フアンはマゼランに対する上院の反乱に参加したが、鎮圧されて、後に、マゼランに許され、戦乱を構成した5隻のうちの1隻である、コンセプシオン号の船長を任された。1521年4月27日、フィリピンのマクタン島における、現地住民との戦いで、マゼランが死亡すると艦隊はその後様々指揮官が入れ替わり、ほどなく、 損傷が激しかったコンセプシオン号もセブ島で焼き捨てられ船団はビクトリア号とトリニダード号の2隻のみとなり1521年末にはトリニダード号も航行不能となりこの時点でビクトリア号の船長となっていたフアンが残りの航海を指揮することとなった1522年3月18日フアンは インド洋南部の海域を航行中、後にアムステルダム島と呼ばれることになる島を発見したが命名しなかった。同年9月6日、フアンはスペインのサンルカールデバラメーダに帰還し、世界一周を果たした。出航時点で265名いた乗員は、帰還時にはエルカーノを含め18名にまで減っていた。航海の途中で立ち寄ったモルッカ諸島より持ち帰った更新料により、 上院たちはそれぞれ、富を得、不安に対しては、この航海における功績により、地球の図に、プリムスセルコミューディティスト・ミーという文字を配した紋章と、生涯にわたる多額の年金が、カルロス一世より与えられた。スペイン国王が不安に与えた、この称号について、戦団にとってはスペインに帰還した時点が、確かに、地球一周を達成した瞬間である。この、 確実な記録のある初の世界就航者は、マゼラン艦隊の生き残りである、セバスティアン・デルカーノや、アントニオ・ピガフェッタラ18人である。単独の航海としての世界一周、つまり、世界就航は、マゼラン艦隊の生き残りである、フアン・セバスティアン・エルカーノと、同行者の、計18人が、世界最初である。1525年、フアンは、 ガルジア・ホフレデ・ロアイサによる7隻からなる戦団のメンバーとなり、船長として、高領諸島へと向かった。この航海において二度目となる世界一周を試みたが、不安、ロアイサともに、解決病と栄養失調により太平洋上で死去した。エルカーノラ生還した18人は、以下の通りである。彼らが帰還したサンルーカルデ・バラメーダには、帰還者を記したレリーフがある。 サンルーカルデバラメーダにある生還者を記した、レリーフなお、マゼラン艦隊全体では、マゼラン死後、エルカーノと別れトリニダード号にて、パナマチ境ダリエンを目指していた一行が途中で断念。モルッカ諸島テルナテ島にある、ポルトガル要塞に救助同然に打破され、そのうち、船長のゴンサーロゴメスでエスピノザとスイフのヒネスで、マフラーが拘束され、インド経由で1526年に、 ポルトガルに装置。自力ではないにせよ、エルカーノの帰還から4年余り後に世界一周を達成している。電気作家ツバイクによれば、地球を一周した最初の人物となったのは、マゼランの奴隷でこの航海において、通訳として加わっていたマライ人のエンリケとしている。ツバイクはエンリケがマレーゴ圏を西回りで出発し、 再び、マレー語圏に西回りで到着したことをもって、世界一周としている。ありがとうございます。